こんにちは、武田です。本日は私がおすすめする初心者が最初に買うべきギターについてお話ししていきたいと思います。私がおすすめする初心者が最初に買うべきギターは、大好きなミュージシャンと同じモデルのギターを買ってください。もちろん同じモデルの安いやつで構いません。最初にどんなギターを買っていいかわからない方非常に多いと思います。かくいう私もそうでした。ググってもレスポールがいい、スタートがいい、あれは音がいい、こっちは弦が押さえやすい、情報がありすぎて何を買っていいかますます悩みましたね。そもそもレスポールとかストラトとかそういった言葉がわかんねえんだよって当時思いました。なので私は心の声に従って当時大好きだったバンプオブチキンの藤原さんと同じモデルのギターを買いました。もちろん安いモデルのやつです。私は当時大学生だったんですけども、講義が終わった瞬間帰宅して毎日のように弾いていました。さらに言えばバンプオブチキンがさらに好きになって、藤原さんと当時同じ髪型をしていましたからね。いやまあそれは黒歴史なんですけども、なので最初に何を買ったらいいか分からない初心者の方、ぜひ大好きなミュージシャンと同じモデルのギターを買ってみてください。もちろん安いやつで構いません。僕のように毎日楽しく弾けると思います。はい、というわけで今回は私がおすすめする初心者が買うべき最初のギターについてのお話でした。この動画が参考になったなと思っていただければ、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。またお会いしましょう。武田でした。バイバイ。